どうもです、親父でございます。今日はね、私、親父の夏休み、お盆休みですね。8月10日の4連休の3日目になりますね。もう3日目です。もう何もしないまま3日が過ぎたわ。まあ初日はね、親の病院があって、で2日目はもうお家でゲームやったりまったりしてたからな。で3日目の今日もね、ゲオセールが始まってはいたんですけど、家にいたわ。暑くて出れなかったね。なので、今はもうね、9時過ぎぐらいになるんですけど、暗くなってからちょっとね、祇園巡りに今来ております。ついでにね、食べるものも全然なかったんで、まあ遅い時間帯であればね、お惣菜であるとかお弁当であるとか、割引になってるかなっていうところも含めて、祇園巡り、そしてスーパー巡りと来ておりますけどもね。まあ今ね、スーパーの方は何軒か行ったんだけど、もう時間もね終わりなんで、買い物は済ませてあります。ちょっとね遅かったかな。まあ結局タイミングっていうか、まあ運の部分もあるので、時間帯によってね、ちょっと早めに行ってもない時もあれば、あっても割引率が悪かったりとか、そこら辺のタイミングっていうのはちょっと難しかったんですけど、今回ね、まあ全然物がなかったね。イカフライだけ買ってきたわ。だからまあ食べ物っていうところでは、あとまあちょっとね、麦茶だとかお茶関連がなかったんで、それ買って、まあそんなもんだったかな。あとは、ちょっとね、お好み焼きを作ろうと思ってたんで、豚バラだけちょっと購入してきたかな。やはりね、先日、地震があったでしょ、大きい地震が。でその後関東、神奈川の方だったかな、もあったんだけど、あの南海トラフがーって結構さ、もう煽るもんだからさ、いるでしょ、買い占める方たちがね。自分たちさえ良ければみたいなところ、まあそれはね、分からんでもないのよ。実際ね、スーパー何軒か行ったけどね、水はね、でもね、全くないってことはなかったな。つってもほぼほぼなかったね。だからその話に踊らされて買い占めてる人と、まああまり気にしなかったりとか、元からね、ある程度蓄えがある方とかもいると思うんですけど、まあ、そういったところであまり水がね完全になくなるってことはなかったかな。でお茶関連なんかはねほぼほぼ残ってたんで、そこら辺私大好きな麦茶は買って帰れたんでね、まあ、問題はないかなと。なんかいろいろそういうさ、ライフハックっていうか、そういうことあるじゃない。なんかあった時のためにこうしといた方がいいよみたいなことは、以前のあれを見たりもしてて、水なんかもね、まあある程度蓄えは必要ではありますけど、まあ、水道水なんかでもね、ペットボトルにお水入れとくとか、あとはジップロックなんかに入れてね、凍らしとくのもいいよなんて話を聞いてたんでね、定期的に私はそれをやってるので、急にじゃあ、水買えなくなったから、どうこうっていうところではないですね。まあ一応、普段、薬を飲むのに結構、まあ飲み水でミネラルウォーター的なのは購入してるので、まあ、ある程度買い置きっていうのかな、そういうものはあったりするんでね、特別問題ないですけど、やっぱりね、買い占めっていうか多く買ってる方がおられたのかなという印象でしたね。で今日なんかやっぱりね、土曜日だからね、まあゲオセールだけじゃなくて、そのスーパー巡りの最中でね、お祭りやってたね。子供なんかは歌
腕に巻いたりとか、まあ、手に持つような光り物のがあるでしょ、うん、ああいうのを持って歩いてたりとか、浴衣なんか着てるね若いお姉さんであるとか、まあ、子供なんかもね結構いてね、私も懐かしいなぁなんて思ってちょっと見てましたけども、最近はね近くのお祭りなんかももうちょっとね一人とかだと行かなくなったからね、いやしかしガソリンも全然安くならないなぁ。ほんとあの暫定税率やめてほしいね。暫定税率だっけ、二重税みたいなの、ただでさえ高いのにさぁ、ほんとやめてほしいわ、まあ、だから車も乗らなくなっちゃってるしね、それはまあこの暑さもあったりするんですけど、でゲオセールなんですけど、まあ、何店舗か回ってきて、まあ、今回もねこのタイトルはいくらで売ってますよっていうのは見てたんですけど、それはねあんまりいいのがなかったから、それだけじゃなくて要はお店ごとにね、安くなってるゲームとかがあるので、まあ、そこら辺をちょっとねチェックしてきました今回は。まあ、それもなかったですし、まあ、480円以下が100円っていうのも、セールもやってたけど、やっぱそれもね、そんなになかったかな。だからまあ、購入品としてはなかったんですけどね。まあ、明日日曜日も暑いからな。友達からね、なんか、誘いでも来れば出かけるんだけど、わざわざ一人で、暑い中出かけようかなーってはね、ちょっと思わないと思うんでね。まあ、お呼びがかからなければまたお家でちょっとまったりしとこうかなーなんて思ってますけど。いやー、せっかくでもね、お盆のセール、夏のセールっていうのはね、あの大きいセールのうちの一つなんでね、できればもう少しね割引に力を入れてほしいなっていうのはねちょっと感じてはいましたけどもね。まあスイッチな、まあ新品ソフト2つ買うと1000円引きとかそういうのもあったけど、それの対応であるようなものもなかったしね、まあ、ちょっと残念なセールでした。まだね1週間ぐらいは続くと思うんで、まあ、タイミングがあればちょこちょこ顔出していこうかなと思ってますけどもね、また何か購入とかしたらね紹介したいと思います。それではねご視聴の方ありがとうございました。それではまた。コンティニュー。